アグダムはアゼルバイジャン南西部にあるゴーストタウン。かつてはアグダム県の県都として栄え、1989年には2万8千人の人口があった。2020年11月19日以前はアルツァフ共和国の実行支配区域であった。ナゴルノカラバフ戦争の激戦地であり、1993年7月のナゴルノカラバフ共和国軍侵攻によって、 すべてのアゼルバイジャン系住民は町を脱出した。放棄された町は、アルメニア人による破壊と略奪行為の果てに、その後十数年で完全なゴーストタウンと化した。国連安全保障理事会は、決議853で、すべての敵対行為の即時停止とアグダムのほか、最近占領されたアゼルバイジャン共和国領からの占領軍の撤退及び、 決議822の再確認を要求している。2010年11月、町はナゴルノカラバフ共和国政府によって悪名に解消された。行政区画としては1 0トルほど離れたアスケランの一部になる。2020年11月20日、2020年、ナゴルノカラバフ戦争の停戦条約によりアゼルバイジャン領に復帰。その後、 アゼルバイジャン政府関係者は大規模な再建計画、地雷の除去及びアルメニアに対して賠償要求を準備していると発表。ありがとうございます。